石峰殿一郎は、沖縄電力相談役。沖縄県那覇市出身。琉球大学法文学部小学科卒業。沖縄県那覇市出身。沖縄県立那覇高等学校を経て、1972年に、琉球大学法文学部小学科卒業後、琉球電力校舎入社。2001年、沖縄電力取締役に就任。2005年に副社長。 2007年に社長、2013年に会長に就任するとともに、一般社団法人南西地域、産業活性化センターの会長に就任した、2019年会長を退任、相談役。この間、2016年から那覇商工会議所会頭、沖縄県経済団体会議議長を務めたほか、沖縄県商工会議所連合会会長、 那覇空港拡張整備促進連盟会長、沖縄県振興審議会副会長、日本電気協会沖縄支部長なども歴任した。役員の移動に関するお知らせ。沖縄電力。2017年5月5日閲覧。AB 経済振興策なお必要。沖縄県経済団体会議議長、石峰殿一郎氏。返還合意50年沖縄の今。8。 読売新聞2021年6月29日5時、那覇港21期、会長挨拶。南西地域産業活性化センター。2017年5月5日閲覧。人事、沖縄電力那覇商工会議所新会頭に、沖縄電力会長の石峰電一郎氏、沖縄タイムス2016年10月27日、広報市沖縄振興開発金融広庫。 那覇空港拠点化を流す、拡張整備促進連盟、石峰電一郎会長、ターミナル移転、理解を、沖縄タイムス2017年10月19日、会員企業から8人が受賞日本電気協会。ありがとうございます。